さん、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました井筒隆夫と言います。今日はですね、ちょっと高速道路の渋滞に巻き込まれてしまって、バタバタで遅れてしまいまして申し訳ございません。早速1時間という中でですね、お話をということですので始めさせていただきたいと思うんですけれども、横須賀で、お話をするのは、私の現在埼玉県の朝霞駐屯地というところに第31普通科連隊というのがですね、あったんですけれども、組織改編で31連隊というのは大宮の32連隊、練馬の1連隊、そして横須賀の竹山駐屯地のね、教育隊とかを所管するっていう31連隊というのに組織改編をさせて、今私がいた現隊というのは横須賀の竹山駐屯地にあるんですけれども、その普通科連隊、第31普通科連隊というところでレンジャー隊をしておりました、井筒隆夫と言います。普通科って言ってもね、あまり聞き慣れないかもしれないんですけれど、戦争の時に最前線に行って、戦闘行動、戦闘任務に就くというのが普通科連隊で、その中でレンジャー隊員といってですね、また後ほどもご説明しますけれども、普通の隊員よりはね、クオリティの高い能力のある隊員をしておりました。でね、私は1988年にね、高校を卒業して入隊をしたんですけれども、サントリクソンという定年退職できる階級までいたんですが、昇進したんですけれども、レンジャー隊員になったですね、3年目、1991年までは、ずっと自衛隊にいるつもりでいました。でも92年に PKO 法というのが成立をして、93年カンボジアに行かなければいけないという陸上自衛隊がですね、初めての海外派遣、確定するんですけれども、それはね、今24年経っても変わらないんですけれども、9条があって戦闘行動ができない、つまりね、戦争することをタブーとしないっていう、そういう自衛隊は位置づけじゃないんですね。でそういう中で戦闘現場に出されて武器を持って乗り込んでですね、敵が撃つまで撃っちゃいけないって言われたら死ねって言われてるように、等しいんですね、戦時的な判断で言うと。で私はそれはいくらなんでも無謀すぎるやろと。自衛隊員が暴走して海外に行ってね、侵略戦争するとかっていうのは話は別なんですけれども、政治が判断して皆さんが付託したですね、投票した政治家が判断をして自衛隊を海外に出すっていう時に、戦闘現場に出すのに武器を行使するな、撃たれるまで撃つなっていう、そんな使い方はね、私は申し訳ないけど自衛隊の命を存在に扱ってる、で自分自身の命は大切にしたい、そういうところで自衛隊にずっといるかいないかっていう判断をするためにですね、悩んだんですけれども、1993年に私は依願退職しました。それは自衛隊が海外で活動するっていうことに対してのリスク、覚悟というのを政治も国民の皆さんも持っていなかったということですね。そういう中で自衛隊だけがいいように使われるっていうのは私は受け入れることができなかったというところで、依願退職をしてですね、その後社会人入試で大学に入り直して、それからいろいろサラリーマンやったり地方勤やったりとかね、政治の方にも入っていくんですけれども、そんな形でですね、自衛隊員から今こういう活動をしてるんですけれども、まずね、自衛隊っていうのは入隊するときこの服務の先生っていうのをするんですね。でこれが去年の9月18日までは専守防衛が前提でした。で自衛隊員はご承知の方もいらっしゃると思いますけども、特別職国家公務員です。ですから自衛隊法っていう特別法があるんですけれども、その特別法よりも上位法にあるのが憲法なんですね。公務員ですから当然憲法を守る、法令遵守するっていうのは当たり前の話なんですね。合わせてことに臨んでは危険を顧みず身をもって責務を完遂するのを持って国民の負託に応えるっていう、こういう宣誓をするわけですね。そうするとね、去年の9月18日まではこれが専守防衛、日本を守る防衛戦争のためには命を投げ出すことがあるという契約だったんですね。それが去年の9月19日、強行採決をされた後ですね、自衛隊はこれから海外の戦闘任務にもついて、その中で命を差し出す、投げ出す、そういう契約に変わっちゃったんです、大前提。本来だったらこの服務の先生の内容を変えるべきだと私は思いますけれども、安倍さんはこれまでもこれからも自衛隊のリスクが全く変わらないんだということでしたから、変えなかったっていう話なんですけどもね。私はね、少なくとも政治がこういう状況を作る以上は、
もう一度再契約するっていうのはね、民間の労働契約で9時5時でね、転勤はないって言ってたのに、やっぱり転勤があるんだとね、9時5時じゃなくてフレックスになったんだけど、もう24時間全然関係なく、日本時間関係なく働けとかってなったらね、当然皆さん約束違うからって言って、組合があれば団体交渉とかって話になるわけですよね。それ手付け一切取らないまま、こういう風に。もう一つ言えばね、東日本大震災の時には自衛隊はね、あの原発事故、福島第一原発事故も含めてですけれど、放射能のリスクもある中でね、よく頑張ったって国民の負託に応える環境がありました。国民も自衛隊よくやったよね、2年前、3年前、高校生だった18歳前後のね、子供たちが自衛隊で災害派遣で人助けで私も入りたいっていう人たちもいた、そういう環境にあったんですよね。で今度はそれが戦闘行動ですよ。人を殺すんです、戦争ですからね。血を流さない、人を殺さない戦争なんてありません。今度は人を殺して帰ってくるんですよ。あるいは半殺しにされて虫の息で帰ってくるんですよ。その時に皆さんが東日本大震災の時、自衛隊をよくやった、同じ思いで同じ社会環境で自衛隊のことを受け入れますかっていう話ですね。これは現場に行く自衛隊員だけの話じゃないんです。心折れますよ。援助教育に向かないっぱい隊員が戦場に行くんですから。私みたいに定年退職の階級に行ってるそういう隊員でも心が折れて使い物にならなくなっちゃう。で、企画隊員って胃がん退職ですよ。自衛隊そんなのもあの面倒見ませんから社会に戻るんですよ。その時に皆さんが東日本大震災の時のような災害派遣で頑張る自衛隊と、戦争に行って人を殺して、あるいは殺されかかって帰ってきた隊員を同じ状況、同じ温度で受け入れる、受け入れないっていうところに、おそらくズレが生じると私は思います。国民にとっても自衛隊にとっても悲劇なんですよ。安倍さんの独善的な暴走がね、と私は思ってるんですけれども、その自衛隊というのはそもそも60今年2年目です。日本を防衛するため、専守防衛というのはこれ国内用語ですね。国内用語。皆さんを、世論をなんとか、自衛隊はいいよね、合憲だよね、そう落とし込むために、妥協案の言葉が専守防衛という言葉なんですね。これ軍事用語ではありません、専守防衛は。防衛戦争のための準備です。防衛戦争。日本国内で、よその国からね、軍隊が攻めてきた。その時日本は防衛戦争なんですよ。専守防衛っていうのね、正しい日本語で言うならば。そのための準備を62年間してきたんですね。北海道、東北、首都圏、中部、西部、そのブロックになってね。これしかやってきてない。海外での戦闘任務なんていう、全く想定になかったっていうのが、これは陸自の場合なんですけども、実情なんですね。でこの海外派遣と離島奪還部門っていうのは、これはいつできたかっていうと、この中央装甲集団っていうのは、いわゆる私のようなレンジャー有資格者だった隊員ばっかり集めて組織再編をした部隊ですね。これは海外専門と国内全域です。5つのブロックは関係なく日本全域をカバーする。そしてもう一つが西部方面普通科連隊、離島奪還、皆さんにイメージしやすく申し上げるならば、沖縄海兵隊、そういう海兵隊みたいな隊員で構成するという離島奪還専門の部隊っていうのを2000年代初頭にこれを立ち上げるんですね。イラク戦争に自衛隊を出す前です。だからね、どういうことかっていうと、日米安保とかも絡んでくるんですけれども、まあ、そういう絡みの中でこういうのができましたっていう話なんですね。でね、このじゃあ今の離島奪還だとか中央装甲集団、海外専門、日本全域だっていう人たちがどのくらいいるのっていうと、今陸上は約14万人いるんですけれども、5100から200って言われてるんですね。レンジャー有資格者の隊員が。なんでそんな少ないの？なんで 95% レンジャーの有資格者も持ってないのっていう話になると、こういうことですね。訓練中に死亡する、それは前提の訓練するんですね。レンジャー教育っていうのは3ヶ月間。一般隊員行きたくなるんですよ。死にたくないから。遺書も書きます。遺言書も作ります。
飯は食えない、歩けない、眠れない、水もまともに飲めないとか、そういう中で苦労しますから、レンジャー国民というのがあるんですけどね、飯はね、食うと思うっていうのはどういうことかっていうと、レンジャーの素養試験というのに合格をして、3ヶ月間の訓練が始まると、後半の1ヶ月半というのは実践訓練をします。その実践訓練が始まると、1日2食。1日2食で1食をバディといって2名1組で行動するんですが、2名で1食を分け合って食べるという形ですね。そういう形で、まあ、飯をまともに食べられないとかっていう話なんですね。当然道も歩くのは当たり前です。ハイキングじゃないですか、任務するんですからね。それも一般の部隊が、主力部隊がきちんと戦闘任務に就きやすいように先にレンジャーが仕掛けるんですね。工作活動を行うわけです。歩いているのは2歩まで、3歩以上は全て駆け足です。歩いているのは2歩まで歩いているんです。3歩以上は全て駆け足。夜は眠れません。大体夜に任務に着く方が多いんですよね。休みもありません。教官は神様と思えていてですね、レンジャー教育が始まると3ヶ月間、走っていい言葉はね、レンジャーっていう一言だけなんですよ。教官助教に分かったかって言われてもレンジャー、分かんないかって言われてもレンジャー、どっちなんだって言われてもレンジャー。ひたすらレンジャーしてね、それと皆さん笑ってられ、笑ってるんですけれども、だから基本的人権とか求めたらダメですよ。個人の自由とか、戦争はもう真反対ですからね、真逆ですから。その時にどうやってクオリティの高い隊員を作って効率的に人殺しするかっていうのが、防衛戦争であれ侵略戦争であれ戦争の本質ですから、その本質の時にしっかりと任務遂行が何よりも最優先でできるっていう隊員を育てなきゃいけないって話ですからね。ですからもうひたすらレンジャーレンジャーしか言えないって話ですね。でこれレンジャーバッジっていうんですけれども、この勝者なんかとかね、ダイヤモンド最高に輝くとかね、これダイヤモンドですよ。で一番地球上で固いしてね、どんなしんどいミッションもきちんとこなしますよ、そのための称号がこのレンジャーバッジですね。これ長く 50m、 ロープ1本垂らして、これは戦闘リペリーって他の対応しませんけれども、まあ、こういうことをするんですね。こうやって置いていくんですけれども、で、まあ、こういういろんな素養試験のまずレンジャー隊になれるかなって、まずこれすら行きたくない、こんなのしんどいとかね、まあ、そういうところなんですよね、そもそもの。でその上にレンジャー教育に合格してスタートすると、前半はこういう基礎訓練って言ってね、20キロ炎天下で4.5、私たちの頃は 4.3 キロ、6、4式小銃っていうのを斜め40個とおへそから拳1個分けてね、時計でいうと11時が中高、5時が中尾って言ってね、そういう状況でその角度を保持したまましっかりと走るとか、生きたカエルやね、ヘビやニワトリをさばいて食べるとかね、そういうことをやるんですね。で後半になるとこの爆破、これは爆薬を作るとかね、襲撃を4.1のこと、石膏っていうのは情報収集をしたりだとか、スパイ活動をしたりとかね、隠密処理っていうのが分かりやすく言った暗殺の仕方ですね。で対尋問行動っていうのは、まあ、対尋問行動という名の、まあ、マイルドな拷問といったらいいんでしょうかね、まあ、そういうことをやるんですけれども、まあ、こういうことをやって3ヶ月間訓練するんですね。で時々死亡事故が起きるっていうのがレンジャー教育です、ね、こうやってね、格闘訓練とかね、武器がなくなっちゃった、弾が尽きちゃったとかね、そういう時にはこうやって格闘訓練でしっかりと相手をしてみましょうねとかですね、お腹が空いたら蛇を食べたり、道がなかったらロープをスタッと渡りましょうとかね、まあ、そういういろんな訓練をするんですね、行動訓練っていうんですけれども。で、そういうことをする時に、これはちょっと古いんですけれど、私がレンジャー素養試験に合格してレンジャー教育に行くときに、うちの中隊長以下全隊員がこうやって寄せ書きをするんですね。でこの宮寺っていうのは私の旧姓なんですけれども、でこれを3ヶ月間、まあ、左胸のポケットに入れてですね、で生きて帰ってくればこうやって記念品として持てるんですよ。で死んで帰ってくるときにはこれを棺にかけて帰ってくる、そういうために使うものなんですけれども、なんか本物なんですよ私。ちなみにね、グランドセルフディフェンスフォースって陸上自衛隊のことを言うんですけれども、グランドセルフディフェンスフォースなので G、 私は132、1148、瞳に人々48と覚えるとか
ですね、教官に言われて、私のこれ自衛隊の LP コードです、マイナンバーなんですよ。私の自衛隊での認証番号、これは死ぬまで消えません。で、何かあった時はこういうまず認証番号がある元自衛隊員っていうのを収支をかけられて、また再度訓練を受けて、それから月を見なさったっていう話になってくるんですけれども、まあ、そういう形でですね、やるんですけれども、一体どんなことをやるのというのを、ちょっと動画で見ていただきたいんですけれど、普通の人じゃできないよね。素晴らしいなと思いました。そういう方たちがいるのは本当に心強いと思います。それで幹部レンジャーの動画なんですけど、招待力層が入れてたりになりまして、まあ、その人に感化を受けて、まあ、このような人になってみたいな。これがハイポートの準備です。今やってる訓練が一番きついと思い続けて、次の訓練がもっときついっていうのを繰り返してきたので、なんでパックの資格レンジャーになろうという人間がそれらしいね。それなんですよ。それができないことを連帯してくれます。正義だったら、これが普通の通常のリペリングのこのモンキーっていうロープの中で水を敷くロープなんですね。これは果たせ大体40キロから50キロぐらいの機体だけを持っています。食料は食中あの緊急用のカッパーの補充を受けたりとかね、そういうことをしながらするんですけれども、お水も飲めません。お水は怪我をした時に使うだけ。だから夜露のね、葉っぱの、あの雫だとか、あるいは雨が降った時だったら、泥水をわざとカフェオレといって泥水を打つところで足をもつけさせるようなことをして泥水をすすったりとかですね、まあ、どん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 追い込まれて人間の本質というか、まあ、自分の、あの本性とね、向き合ってるんですね。落っこってる缶からも拾います。砂しか入ってないの分かるんだけど、とりあえずひょっとしてドライの缶からがあるとビールが残ってるんじゃないかとかですね、気の毒乾いちゃうんですけど、まあそういうことをするんですね。で、なんでね、水筒とかね、常にいっぱいにしておかなきゃいけないかっていうと、今みたいにいっぱい動くでしょ。封が開けてなくて水がフルで入ってたら全然音はしないんです。だけどもう封を開けて水をどんどん飲んでたら音がしちゃうんです。で、これで2名で動く、あるいは10名で動くとか、私たちはここにいますって行動しながら知らせる話になっちゃうので、水分はこういう形では取れないっていう話ですね、とかっていうことをやるんですね。で、そういうことをして、実弾のところでね、実弾を撃ってるところの下を歩幅前進したりとか、まあ、若干戦場に近い状況で訓練をするっていうことをくぐり抜けた隊員っていうのが、さっき言ったようにレンジャー、有資格者5000人ちょっとしかいない。これの13万5千はそういうところで訓練したりとか、そんなことしたくないよっていう公務員自衛官なわけですから、そういう人たちがいきなり政治の都合でですね、この整備法案っていうのでね、1から10まであって、もう一個新しい法律を作ってなんてことをされちゃうと、現場は大混乱ですよって話なんですね。本音ではね、体裁上はかっこいいこと言わなきゃいけない、家族の前で子供たちの前で任務とあらば体を張ってでもやらなきゃいけないと言わざるを得ません。今政治がそういう状況に作っちゃってる。だけどね、誰が好き好み戦場にね行ってて、まあ、たまにはいるんですよ。私の高校の後輩でね、あのレンジャーで飽き足らずにフランスの外国人部隊行ってちゃんと戦場に行ってる隊員の中にはいます。というのもね、それは私は否定をしませんけれども、多くの隊員は私はそうじゃないというふうに思っていて、少なくとも政治が勝手にこんな暴走しちゃダメだよねっていう話なんですね。それは立憲主義、民主主義も含めての問題ではあるんですけれども、で、このね、整備法案の中で特に私がポイントだって言って挙げてるのは、2番の国際平和協力法、いわゆる国連の活動ですね。そしてもう一つが9番の捕虜の取り扱いの法律っていうのが、これを新たにまた
整備法案の中で確定をさせていくんですけれども、まずね、9番目の方から申し上げますね。捕虜の取り扱いを日本の法律で決めても、日本の自衛隊は軍事裁判所、軍事法典っていうのを持ってません。軍法っていうものね。ですから、世界の戦争する時の条約に適合しない武装集団なんですね、自衛隊っていうのは。捕虜の規定をいくら日本が作ってやったとて、南スーダンであれ、これから南スーダン以外の国に自衛隊を展開させるために、とにかく外に出したときに、自衛隊員は捕虜の扱いを受けなくていい武装集団の、まあ、そういう位置づけなので、残念ですけれど、湯川さん、後藤さんみたいな形で殺されても文句は言えないんです。普通の軍隊の軍事法典、軍事裁判所を持っている兵士であったら、捕虜の規定にのっとってね、国際条約とか戦時国際法とか国際人道法とかあるんですけれども、そういう中できちんと人権的な配慮をしなきゃいけない、食事を与えなきゃいけないとかね、拷問しちゃダメだよとか殺しちゃダメだよとかっていう話なんですけれども、自衛隊の場合は軍人じゃないですから、軍隊じゃないですから、単なる武装集団ですから、それは全くそういう扱いを受けなくてもいい国際法の、環境に置かれているのが自衛隊の秩序です。それから2番のこのね、国際平和協力法の方はちょっと後ほどお話します。で、新しい方のこの国際平和支援法っていうのは何かっていうと、平たく言うと国連決議がなくても戦争できます、戦争行きますっていう、そういう法律です。この国際平和支援法、名前だけはね、響きはいいんですけれど、やることはアメリカと一緒にアメリカの、国益にかなう戦争にアメリカがスタンバイをした時に日本をバックアップしろよ、補給部隊としてちゃんとついてこいよっていう、ついていきますっていう、そういう法律ですね。新しい法律で、9月去年のね、18日まではこの直接侵略と間接侵略っていう言葉が自衛隊の最も肝にある第3条のね、自衛隊法の任務っていうところで入ってました。これが9月19日の強行採決によって直接侵略と間接侵略を消しちゃったから、海外どこでも行きます、世界中どこでも自衛隊は展開できるんですっていうことになったんですね。いいか悪いかではなくてね。で、ちなみにこの直接っていうのは、よその国の軍隊が直接日本を攻めること、間接っていうのはよその国の軍隊が指揮をした工作活動とかテロリストが国内で工作活動を行うことを間接侵略というんですね。この時にしか自衛隊は武力を行使しません、人殺しはしませんという話だったんですね。ところがこの今言った直接と間接を取っちゃったから、これからは海外の紛争地域であれ、戦闘地域であれ、いくつは何であれ、戦争に参戦します。戦争ですから、もう性別関係ありません。年齢関係ありません。ハンディキャップ関係ありません。任務遂行のために殺すんです。敵を叩くんです。制圧するんです。というのが、自衛隊がこれから行う海外での戦闘任務の本質なんですね。そこを理解していく必要があるわけですね。これまでの自衛隊っていうのは、もう62年間前からね、話してるともう本当時間がなくなっちゃうので、簡単に言いますと、91年までの主たる任務っていうのは防衛室と治安室と災害派遣でした。で、92年にこの PKO 法っていうのができた時っていうのは、まだ付随任務、この3つの柱におまけとしてついていたという位置づけだったんですね。ところが2004年イラク戦争終わってなかった、真っ只中のところに自衛隊を出さなきゃいけないっていう話になってしまったんですね。その時に一番最も激戦地だったファルージャっていうところから西に40キロ、全く戦争の背の字もない、そういうところに自衛隊を様はっていうところにですね、派兵するんですけれども、ここから自衛隊っていうのは付随任務から本来任務にこの PKO を掲げした。ここが大きなターニングポイントなんですね。ちなみにこの時には、2004年の時には防衛大学校の任官拒否 38.8% です。今回と同様なんですね。つまり本当に自衛隊が海外で戦争に巻き込まれる、あるいはしなきゃいけなくなっちゃうかもしれないっていう時には、同じ現象が起こるっていうことなんですよね。ですから去年の8月も、昔はね、少年工科学校って言ってました、今陸上自衛隊高等工科学校って竹山駐屯地にあるんですが、中学を卒業して入る隊員がいるんですけどね、今も隊員じゃないんですけれど、まあ、その学校なんかにしても
一般の隊員の入隊にしてもですね、防衛大学校にしても全てに、志願者、受験者っていうのを過去最低に去年の8月ですね、なった。なんでって言ったら安保法制を審議してるからで、別に経済成長とかですね、民間の方にいっぱいそれで流れたんだっていうことでは、私はないと思っています。で、この2004年を起点にして、主たる任務が防衛出動、災害派遣、国際協力っていう形に変わったんですね。この国際協力の中身はこれから今度戦争に行きますって話です。国際協力のね。災害派遣って言うでしょ。災害派遣って言うと自衛隊は災害派遣の訓練をしててすごいなと思うじゃないですか。全く知ってません。統合幕僚長、ね、陸幕とか空幕とか海幕とか一概にあるんですけれども、そこで年に1、2回、この災害派遣のシミュレーションの訓練は年に1、2回やります。一般の部隊は何やってるか。戦争に備えた訓練を駐屯地、演習場でやるんです。ただ、国民保護法というので、法律でね、都道府県知事がうちの県で、道で、府で、都で、災害が起きた。警察、消防、行政だけではもうどうしようもない。自衛隊に要請が入る。要請が入った時に初めて自衛隊は、日頃の武器ではなくて、養殖艦とかあるんですけれども、給水車を持っていくとか、テント型のお風呂を持ってったりとか、あるいはたくさんいっぺんにお米を炊ける、そういう器具を持ってったりとか、武器じゃない自分たちで、戦争のために準備して兵士を使っている、日常的に使える、そういう道具をチョイスして、災害派遣先に行くだけっていうのが自衛隊の実情です。ですから自衛隊が動くときは、何もない、災害派遣でもないときに動くときはどういうときかっていうと、9月1日の防災の日なんです。あれは警察と消防と行政に誘われて、自衛隊も出してくださいね、はい出しましょうって言って、そのときだけ行くだけです。っていうのが自衛隊の災害派遣の現実なんですね。戦車持っていかないですよ、災害派遣はね。その分ご飯炊く道具を持っていくわけですよ。お風呂を炊ける。テントを持っていくわけですよ。お水を持っていくわけですよ。そういう話なんです。で、まあ、92年からね、PKO ができて、あっという間にたった24年で、安保法制がね、強行採決をされて、フルスペックの戦争できる法律ができちゃったっていう話なんですね。で、ここでね、一つね、皆さん、ずっとこれは刷り込まれてきちゃったことなんで、申し上げたいことは何かっていうと、このピースキーピングオペレーション、これね、日本語では、ピースキーピングオペレーションの国連の平和維持活動っていうメディアはね、あるいは学校の教科書では表記されるんですね。軍事用語で言うと、オペレーションっていうのは作戦なんですね。つまり国連の平和維持作戦に自衛隊は24年目に今向かってる活動が入ってるって話なんですね。本来はこれが正しい皆さんに対する伝え方なんですね。ただここを作戦にしちゃうと、救助があるのとかですね、これじゃ国連のことでも自衛隊出せないよとかっていう話になっちゃうから、作戦と言わずに活動っていう、そういう言葉でごまかしてきたと、刷り込んできたというのが、皆さんもまあ国連だったらいいよね、戦争するわけじゃないからいいよねっていうのが、まあこの四半世紀の流れじゃないかなということなんですね。でちなみにこのピースキーピングオペレーションするためにどういう部隊で構成されているかっていうと、一番大きくて一番力を持っているのはこの PKF、 国連の平和維持軍、ピースキーピング、ここはフォースなんですね。そこに自衛隊は24年前からずっといます。その下に国連の軍事監視官っていうのと、その国の法律によって警察行為を行うっていうお手伝いをする文民警察がいて、民政部門っていうのがある。こういう4分類の中で PKO 活動というのをするんですね。その中で自衛隊はどういう今南スーダンの状況にあるかっていうと、このこれはね、先々月、国会議員に今の国会でね配られている資料なんですけれども、国連本部があって、国連事務総長の特別代表室があって、軍事部門司令官っていう真下に施設部隊があるんですね。それともう一つ軍事部門の司令部っていうところの兵站課っていうところに幕僚幹部を1名派遣してるんですね。これは事実なんですよ。
いいですか、国連の軍事部門の司令部の下に施設部隊があって、これ軍事一体かって言われて何て言うんですか。軍事部門の司令部の兵站か、補給をするところで、ね、ご飯の用意、水の段取り、衣服住、武器弾薬、そういうところをきちんと管理するところに、幕僚幹部っていうのは陸将とかそういうもう東幕議長になるの、陸幕になるのとかっていう、そういう階級の人が入ってるんですよ。軍事部門の司令部とかね。軍事一体化でしょ。わかります。皆さんは騙されてきたというか刷り込まれてきた。カンボジア入りからね、道路の工事をするなら、橋の架け替えをするなら、お水を配るんならいいんじゃないの。でもやってる現場はどこ、災害派遣じゃないんですよ。カンボジアからね、全て行ったところは全て紛争地域、ちょっと落ち着いたかな落ち着かないかなっていうだけの差なんですね。いつでも戦場に変わるところなんですよ。で結果往来で一回も武器を行使しなかった。自衛隊は一人も死ななかったっていうだけなんですね。でもカンボジアで言えば文民警察のね、高田さんという人は亡くなりました。高田さんというボランティアしていたね、青年も亡くなりました。自衛隊は亡くならなかったっていうだけなんですね。だから湯川さんも後藤さんも亡くなるんでしょ、殺されるんでしょ。2004年の自衛隊派遣した時には、イラク様に派遣した時にはね、高田さんっていうバックパッカーの学生が自己責任だって小泉さんは言って、助けないって言って首はねられました。自衛隊も死ななかった。日本人は死んでるんです。そういうことなんですよ、自衛隊を海外で展開するっていうことでね。安倍さんはこの参加するにあたっての5原則があれば自衛隊はリスクが全く上がらないって言ったでしょ。でも現状のね、 PKO っていうのは停戦合意とか受け入れ国の同意とか中立的立場、こんなのないんですよ、今の南スーダンではね。これどれか一つでも条件が満たされなかったら自衛隊は撤収しなきゃいけないっていうのは安倍さんが言ってた参加5原則の話だけど、今の PKO はどうなってるかっていうと、もう戦争を認めてるんですね。これ ROE っていうんですけども、ルールオブエンゲージメントといって、交戦規定、戦争するときにこれとこれとこれとこれはやっちゃいけない、それ以外は全部やっていい、政治介入も一切排除、そういう状況にして南スーダンの PKO っていうのは展開してるんですね。憲法で交戦権を否定します。9条で交戦権を自衛隊否定します。今の憲法はね、だからこれを何て訳すのか、部隊行動基準で訳してまた皆さんを騙すんですよ。世論誘導するんですね。もうしてるじゃないですか、部隊行動基準って言って。メディアなんかに出席してるんですよ。そういう話でしょ。本来は交戦規定で主体的に戦争に参戦します、関われますっていう話なんですよ。でこれから関わるんですよ。もう9条があっても武力行使していいんだ。安保法制も通って施行しちゃったじゃないですか、3月21日。やるんですよ、自衛隊は。住民保護のために先制攻撃。国連 PKO は今これを認めてるんですから、これで展開してるんです。だから平和維持活動じゃなくて平和維持作戦なんですよ。国連主導だから何でもわかんでもいいって話じゃないんですね、特に安保理は。安保理は誰が兼ねてるのって言ったら、さっきの対戦戦勝国でしょ、アメリカとイギリスとフランスとロシアと中国ですよ。この5カ国は何のために戦争するのかって、国益のためにするんですよ。 PKO っていう看板を使うか、 PKO を使わないのか、 NATO っていう看板を使うのか、何のためにやるの、そこに利益があるかないかですよ。そういうことなんですね。ですから PKO だから何でもかんでも出せるというのも私はどうかなと思って。ちなみにね、南スーダンっていうのは2011年にスーダンっていう国が2つに分かれてできた国なんですね。でわずかその2年後には大統領派と副大統領派が対立をして、今もう元副大統領派と言われてる反対勢力がいろいろとテロ活動ということを言われることをやって内戦状態になるんですね。
参加5原則に立ち返るならば、2013年第2次安倍政権の時も自衛隊結集してなきゃいけない。だけど未だに帰ってこなくて、今国会で延長したんですよ。南スーダンの活動延長した挙句に今度戦闘任務をつけるでしょ、新たな任務を付与するでしょ。安倍さん言ってることが本当あべこべですよ、本当にね。笑うところじゃなかったんですけれども、あのでね、これ右側の図がこれ南スーダンのボルって韓国があのいるところなんですけれども、こういうね、アコボとかベンキューとかワオとかって国連のベースキャンプだったり国連が活動しているところでこうやってもうドンパチが始まってますっていうのが現実なんですね。でこれからベースキャンプの共同防衛っていうのも自衛隊がやるんです。必ず戦争します、必ず殺傷しますっていう話なんですね。で今はジュバっていうこの首都にいるんで、大統領の拠点ですから、本拠地ですから安定はしてるんですけれども、もう安保法制でフルスペックで自衛隊を動かします、できますっていうことになっちゃえば、じゃあゴルに行ってワオに行ってとかですね、戦闘地域に行ってっていうこともあり得るし、ジュバっていうところから戦闘地域に参戦応戦をするっていうことも現実問題としてあり得ますということなんですね。でなんでベースキャンプにまでこういう戦闘行動が起きちゃうのかっていうと、もう難民キャンプがもう満帆で収まりきらない。で PKO 部隊のベースキャンプになだれ込んできてる。なだれ込んできてるところにまたテロリストと言われてる人たちが入って、そこで衝突が起きる。衝突が起きるっていうのはどういうこと？戦争状態ですね。そこに今度は日本の自衛隊がロケットランチャー、迫撃砲、手榴弾、マシンガン、小銃、拳銃を使って相手を制圧する。制圧するってどういうこと？殺すことですよ。排除するんです。空の根も出ないぐらいね。そういう話なんですね。これ左側がこれ右自衛隊、左これ中国軍です。中国脅威論って安倍さんは言ってるんですけれど、アメリカに一緒に演習しろって言われたら、はいって安倍さんは言って、自衛隊と中国をこうやって軍事演習するんですよ。自衛隊はアメリカの下請けじゃないってみんな思うでしょ。だけどアメリカの国防省がこれを撮影して公開した。アメリカがコントロールです。日本の自衛隊が国内においてでしたら、一応安倍さんの指揮監督の中で展開ができるっていう状況があり得るかなという話ですね。海外で PKO であれ、米軍との軍事行動であれ、自衛隊は海外に出た瞬間からもう日本の最高指揮官安倍晋三さんという人の指揮下だけでコントロールできないっていうのがこの一目よくわかるでしょ。そういうことになるんです。でここ南スーダンっていうところがあって、このね、この石油利権があるんですけども、この石油利権をめぐって大統領と元副大統領派が、まあ、利権をめぐってこう抗争するっていう話なんですけれども、でこの右側にね、ジブチっていうあの東アフリカのところに、ここに今軍事拠点を自衛隊も作りました。半永久的に基地をね。でここでこの今ソマリア沖では海事があの海賊船、あの海賊船対応のためのエスコート展開してるんですね。そういう基地にするっていうのと、まあ、南スーダンをはじめとするこの PKO この作戦をきちんと充実してですね、支援できるっていうために、まあ、拠点を作るっていう名目上はあるんですけれども、それ以上に何が裏ロジックであるかっていうと、ここに駐在も滞在して活動できるんですよ。なんで駐在を置くのっていうと、武器を置くためですよ。武器輸出三原則っていうのはね、もう閣議決定で安倍さん変えちゃいました。武器輸出できます。今オーストラリアに潜水艦を売り込んでます。多分アメリカがバックアップについてるんで、オーストラリアは日本の潜水艦を買います。今度計画ですよ。計画機はこれまで国内訓練しか使ってなかった武器が南スーダンの戦闘行動で実戦デビューするんですよ。メイドインジャパンの武器でバンバン人を殺して、日本の武器のクオリティ高いねっていうのを証明して売るんですよ。エチオピア、ソマリア、ケニア、中央アフリカ、コンゴ、イエメン、サウジ、エジプト、トルコ、シリア、イラク、
みんな中東不安定地域、成長市場ですよ、武器売ったら。今、日本の武器はね、2.2 兆円市場なんですが、8兆円でまずするって言ってますから、駐在必要なんですよ。売った後のメンテナンス、使い方、故障があった時の対処の仕方、自衛隊にさせられません、そんなこと。メーカーやってくださいって話なんですね。そのために、ジブチっていう基地はとっても重要なんですね。ということです。しかも、日米安保で皆さんもね、不平等条約だっていうのをよくご存じだと思うんですけれど、ジブチと日本は地位協定を結びました。今度は日本の自衛官がレイプをしても、ひき逃げをしても、間違って射殺をしても、このジブチの日本の基地に逃げ帰ってしまって、日本に帰ってくればお咎めなし。ジブチの憲法も法律も及びません。事故の現場検証って隠しちゃったらいいんです。ジブチの警察官が来るのって排除したらそれで終わりです。そういう地位協定を日本は結びました。安倍政権でね。で、まあ、こういうロッキードマーチのね、これは去年の4月7日の、まあ、あのコメントなんですけど、マリリン・ヒューストンさんってね、9割以上軍事関連の、まあ、武器とかね、作ってる会社なんですけれども、中東全体不安定でね、まだまだ成長市場ですよ、中東各国でね。で、日本もこの中東に殴り込みをかけるんですよ、武器をね。もう一つはアジア太平洋も北朝鮮をめぐる不穏な動きと日中間の緊張が走っていて、アジアもまだまだ成長市場だというふうにロッキード・マーチン社の CEO は去年のね、株主総会で株主に対して、だからイランとね、和平しちゃったからって言ったって、全く問題ないですよとかっていう、まあ、こういうことを平然と言ってるわけだ。これから日本もどんどん経済 この軍事産業で利益を上げるっていう。頑張っていてですね、まあ、こういうことが普通に言える社会にしていきたいというのが安倍さんをはじめとする安倍さんを応援するですね、三菱重工業とか川重とか東芝とか日立とか富士通とか NEC とか、アナとかですね、ソニーとかですね。ソニーはちなみに次期戦闘機と言われているアメリカの F-35 の戦闘機の広角レンズ、爆撃するときのカメラのズームレンズはソニー製です。でまあ、ありとあらゆる、企業が軍事関連に参入をする、あるいはね、下町の東京大田区とかね、町工場があるじゃないですか、そういうところの技術を軍事転用できるからといって買われていく、そういう社会に日本は変わっていくとこのままでは思います。でね、まあ、PKO に話を戻すと、住民保護のために先制攻撃もするっていうことはどういうことなのかっていうと、それは戦争につながります。戦争につながるとどういうことなのか、武器輸出の促進につながるんですね。メイドインジャパンの武器を売れる中東でねっていうことですね。駆けつけ警護もそうなんです。駆けつけ警護っていう軍事用語はありません。戦争に参戦すると当事国になるっていう話なんですけれども、まあ、そういうの何のため、それは戦争して武器をメイドインジャパンの武器を加えて証明して武器がいっぱい売れるようにするためっていうのが PKO での戦争をどんどんこれからですね、戦闘任務いっぱいやっていって、その中で情緒的にね、自衛隊が死んだ時は、まあ、2004年もそうだったんですけれども、防衛省はイラク派兵をした時にはね、防衛省は武道館の相手の日程を全て抑えます。自衛隊が死んだ時には武道館で国葬をして、不条理な死に方をしたらそれは救助があるから、自衛隊は軍隊じゃなかったからこんな死に方をしたんだっていうことをですね、情緒的に煽って情報操作をして憲法も変えちゃうんだよと。真っ当な方法で変えるんじゃなくて、自衛隊を殺して殺させて、その中での不条理な状況を生んで、それを情緒的に煽って憲法9条を変えるっていう、極めて、まあ、民主国家、法治国家とは言えないような手法を使って、多分安倍さんは憲法改正するんでしょうと思いますけれども、まあ、そういう形でいくと。で、先ほども言った国際平和支援法って新しい法律も、これは国連は今度関与しませんから、アメリカが同意を取ったとか、アメリカが、まあ、合意をしたんだとかって言って、アメリカは、アメリカ軍っていうのはね、簡単に申し上げますと、国益のための戦争しかしません。アメリカ軍の第一義っていうのは国益のための戦争ですね。それは PKO 活動であれ、あるいは普通の侵略戦争というか、行動であれです。国益のためにアメリカは戦争するんですね。つまり主体的に戦争するのがアメリカです。
アメリカの国益にかなうために日本の自衛隊は補給部門を担いますと言いましたね。その補給部門は戦争の時に一番最も攻撃を受けるというところで、アメリカはそこを1994年からアウトソーシング、民間軍事会社に丸投げしてるんですね。なんでか、保証しなくていいから。民間軍事会社にアウトソーシングしちゃったら、あとは死のうが、負傷して後遺症が残ろうが、その会社と兵士、契約の問題で、国の問題じゃない。そういう民間の軍事会社を使った戦争っていうのを作ったんですね。でこれまでは90年から2015年までね、民間軍事会社にアウトソーシングするための委託費っていうのが必要だった、アメリカは。これからはそこは日本の税金と日本の自衛隊が担うので、全くアメリカは腹は痛まない。コストカットもできて戦争を安心してできる。そういう話ですね。で、まあそういう時にね、自衛隊がどうなっちゃうのかっていうと、まあこれ、兵士の時にはね、一番いい死に方すると自衛隊って6000万円もらえる。小術金というんですけども、少女の賞、小里編に血のお金と書いて小術金というのが、国内の訓練で死んじゃった場合は最高にいい評価を受けると6000万、平均は1000万、この国内の小術金ね。イラク特措法の時は時限立法だったから、この最高にいい死に方をしたら金額は9000万まで上がった。総理大臣の手当は1000万、合わせて1億、一番いい死に方をする。だけど国内だね、国外だね、この最高限度額に到達するための基準は何？防衛省はこう答えます。ケースバイケース。じゃあ南スーダンはどうするんですか？ケースバイケース。額の確定を示さない。危険手当1日3万円つけるのか？ケースバイケース。っていうのは防衛省の発表なんですね。これは去年の12月にね、私が TBS の報道特集に出た時にも、この問題取り上げてもらいました。でもやっぱり TBS が防衛省にそういう確認をしても同じケースバイケース。それから明確な基準はない。死んだ時の死に方によって額の確定をするっていうのが現実ですね。国際社会でいうと、国連紛争地域で国連職員が死んだ時の平均アベレージは3000万。アメリカ軍は1200万です。自衛隊は結構高いんですよ、国内でも。国外でもね、これから戦争ですから、戦闘任務ですから、死にますから、一人二人っていう額じゃないですからね、どこまで額を積み上げてあげるのか、あるいはダンピングするのかっていうのは、これから自衛隊が死んだら分かるって話ですね。死なないと分からない。高級法ですから、時限立法じゃないですから、これから自衛隊出てくるんですよ。世界の紛争地に戦闘任務つくんですよ。殺すし殺されるんですよ。大変ですよ、皆さん。社会保障をカットして防衛予算に回さなきゃいけないから。しかも戦死っていう扱いしません、今回の南スーダンでいうとね。これも去年の12月の報道特集の時に、死亡通知書っていうのはもうすでに A4 1枚のペーパーでできてます。そこの死亡区分は病死と事故死です。国連の活動だから絶対に戦争戦闘行動で死んだとは多分国は認めたくない。それは分かります。戦死にしちゃったら2回結局死んだから、退職金もプラスアルファ上乗せをいっぱいしなきゃいけない。金がいくらって足んなくなっちゃうって話ですね。ですから公務士とか殉職とか事故死とかって言われたら1回結局死んで抑えるって話です。だから病死か事故死なんですよ。南スーダンって大変な死んだ時にはねっていう話なんですね。でもう一つあります。防衛省の職員団体生命保険、任意というのが強制です。任意という名の強制保険ですが、これには除外規定があります。戦争と紛争時はお金を払わない。防衛省の保険ですよ。民間も当然払わないんですけれども、民間も国内でね、自衛隊が訓練中に死ぬことの時には保険を上げるんです。でもひとたび海外に行って戦場で戦闘任務でっていうことになったら保険適用されません。除外規定がありますから。民間も自衛隊の防衛省のこの職員だったりしているのも一緒です。大変なんですよ。だから自衛隊は無事にですよ、私から言いましたら。どうするのそれで自衛隊の数、本当に迷っちゃうんじゃないのとかって、そういう心配しています。私はね、政治何考えてんだっていう話なんですけれども、現行は防衛省の職員だったりしているのも、これが実態です
でね、自衛隊員は負傷しても死亡してもって、まあ、死亡したのはしょうがないんですけど、負傷してもね、これまでは国内を前提としてましたから、駐屯地の診療所とかね、自衛隊の東京だったら世田谷の三宿にね、自衛隊中央病院とか関連の病院があります。所沢にはね、埼玉のね、防衛医大もあるんですけれども、あるいはこの地方のね、2次3次救急っていう高度医療ができるところに隊員が負傷した時に担ぎ込む、それでよかったんです。今度戦場ですから、日本じゃないですから、南スーダン救急車来ませんからね、2次3次救急ないんですよ。市民病院もありません、当然なんだね。大学病院もないんです。負傷したらどうするのって言っても、レンジャー教育を受けていてね、包帯を使って止血する程度の話、一般の隊員は分かりやすく言うとですよ、赤字に絆創膏ある程度の処置能力しか持ってないんです。衛生兵に至っては、衛生兵のまず数が圧倒的に足らない、足らない上に今回の安保法制では医師法も薬事法も何も医療の法律をいじってない、痛み止めの投与すらできないんですよ、日本の自衛隊の衛生兵っていうのは。医師法違反ですよ、薬事法違反で逮捕ですよ。そんなんで戦場に出すんじゃねえボケっていう話なんですね。安倍晋三の方も分かってんのかって話なんですけど、分かってないです。本人戦場行かないから、勇ましいことだけ言って法律だけ作っていけばいいって話ですからね。今の国会議員そんなもんですよ、申し訳ないですけど。大変ですよ、救命救急の措置、ノウハウがないんだから。衛生兵も今着手はしてるんです、こういうことをちゃんとできるようにしようね。でも陸海空全部合わせても2000人足らず、2000人いっぺん南スーダンに運びませんね。当然です、自衛隊を動かすときだって必ず駐屯地に3分の1は残しておくんですよ。滝山なれ、横須賀なれ、米軍なんて全部空っぽで、全部みんないっぺんにね、今日は休んだ、遊びに行って言ったときに何個起きたらどうするの。そういうための待機要員とか必要なんですね。当然ながら衛生兵だって2000人足らずしかいない、衛生兵ですらですよ、ちゃんと3分の1は陸海空それぞれ残しておく。じゃあ3分の2そのまま本当に戦場で使うのか、殺されちゃうリスクが格段に上がるわけですよ、訓練中の事故と違って。全く何も考えてるんですよ、戦場のリアリティを。今の政治は、政権はって、そういう話なんですね。ですからね、世界最強最新兵器を使っているアメリカ軍、アフガンとイラクで、これもう本当にこんな数字じゃないって言われてるんですね。米兵はアフガン、イラクで200万派遣してるんですね。そのうちの100万人が PTSD にかかってるとも言われてるんですけれども、一応アメリカ国防省が2013年12月のデータなんですけども、認めた数でいうと米兵の死者っていうのは6700、負傷者っていうのは5万1000、この数字が平たく言うと自衛隊の前をひっくり返るという話です。負傷イコール死に直結するっていう話です。だって救命措置のノウハウないんだから。第一線救護って言ってね、戦場で命を助けないんですよ。戦場は普通の医療活動の行為と違うから、戦場では任務は優先するんですよ。任務の支障をきたさない範囲で隊員も助けられたら助けましょうかっていう話なんですね。やられ方以下によっては、その負傷した隊員の武器を持っていくんですよ、取り上げて。だってそうでしょ、任務優先するときに武器を持たなくてどうするんですか。動けなくて使えないところにマシンを置いてるってどうするんですかって話ですよ。戦争ですから、ゲームじゃないから。そういう価値観が求められる、そういうロジックで動かなきゃ。もっと言うと、戦争するときの効果的な税金の使い方っていうのは、実戦にお金を注ぐ、税金を注ぐ。死んじゃったところはコストカットですよ。戦力にならないんだから、死んじゃって。なんでそんなところに税金を使う。戦場の現場で結果出しませんよ、死んじゃって。戦力にならないと。限られる税金投入したって。うまいもん壊せるんですよ。武器弾薬を豊富に持たせるんですよ。手当て、生きている隊員が頑張れるように高くしてあげるんですよ。当然じゃないですか。戦闘行動の任務させるんですから。そういうことなんですよ、これから南スーダンでやるって。安倍さんが言ってることは。戦争直視じゃダメですよ、皆さん。情緒的に平和とか言ってる場合じゃないんですよ。
コスト計算してくださいよ、戦争すると、ね、そういうことも求められますという話ですね。 PTSD もかかるんですね。世界最強のアメリカ兵士実は約12万人、ね、自衛隊のレンジャー教育すらいかない公務員自衛官がこれから戦場に行くんですよ。 PTSD にかからないわけなんじゃないですか。ハートクラッシュしますよ。行くまでは勇ましく言ってたけど、行った戦場で本当にドンパチして南スーダンの少年兵が撃ってきますからね。下は5歳6歳ですよ。目の前で両親殺されて兵士になるか殺し死ぬのかっていうね、二択を迫られてっていう少年子供たちがどん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 武器を使ってクオリティが高くなってっていうのが5歳10歳15歳とかでバンバン攻撃してくるわけですよ。それで対峙してそれを殺すんですよ、 PKO の任務のために。あと壊れますって言って話なんですね、間違いなく。そうすると定年退職の階級にいようが、レンジャーバッジつけて勇ましく言ってようがね、壊れちゃった隊員は使い物にならないから防衛省置かないんですよ、そんなの。伊賀退職させるんですよ、ちょっと退職金に色つけて。あとどうするのって。私は生活保護だと思ってます。皆さんの会社で人殺しして帰ってきた隊員を東日本大震災と同じ温度で迎え入れて、自衛隊ほど給料は払えないかもしれないけど、うちの会社に来い、人事に掛け合いますか、給与しますか。そういう覚悟を求められてるんですよ、南スーダンでの戦闘任務っていう。実戦経験のない自衛隊員がこれから実戦を積んでいくんですよ。そういう社会的弊害はこれから必ず起きます。アメリカで起きてるんです、日本で起きないわけがないって言うんですね。だからネグリスになりますよ、育児放棄はします、レイプはあります、ドラッグ、アル中、殺人、本当に私は起きると思ってます。それが今年の11月以降、自衛隊が戦闘任務に就いた瞬間から、あとはどのタイミングかっていう時間軸の問題だと思うんですね。でさっきも言いましたけどね、もうその時になんでこんなことになっちゃうんだろうっていうのを簡単にご説明するとね、アメリカって大体70兆軍事予算使ってるんですよ。使いすぎってアメリカ議会から怒られてる。コストカットしなきゃいけないねって始まったのがこの PMC っていうプライベートミリタリーカンパニーっていうね、海兵隊とかグリーンベレーとかね、アメリカのレンジャーとかを招待した人たちが立ち上げた、まあ、日本版でいうとアルソックみたいな会社ですよ。でそういうのが2003年のイラク戦争の時は基地の建設、兵器の輸送、兵士の食事管理、それからね、戦闘もちゃんと民間の軍事会社契約と入ってるんですね。日本の自衛隊だけこの戦闘任務を外した契約なんかなるわけないでしょ、ね、戦闘任務を外した契約になるんだったら安保法制作る必要ないわけですよ、って話なんですけれど、いずれにしても現場は戦闘現場ですから、国内世論と言ってるようなですね、非戦闘地域とか後方支援なら安全とかっていうね、ゲーム感覚な平和ボケした戯言は通用しません。自衛隊がこれから戦闘任務をするっていう、もうそういう法律を作っちゃった以上はね、っていうことなんですね。でアメリカは犠牲者に対して国の責任を認めてないから、まあ、当然日本の自衛隊員が死のうが後遺症残ろうが自殺しようが全然アメリカは断ちしない、国内問題を片付けてねって。でも主体的に日本がアメリカに戦争しろって命令をするんじゃなくて、アメリカの国益にかなう戦争をアメリカは起こします。その時に平和支援法という名の法律のもと、日本の自衛隊と皆さんの税金がそこに注ぎ込まれるですよ。アフガン戦争は終わってません。さっきの大戦以降最長です。今年17年目に入ります。去年の12月アメリカ軍は PKO を撤退する予定でした。撤退させてません。タリバンの息を吹き返したということなんですね。日本の自衛隊使われちゃうんじゃないのと思います、私はね。ホップ、ステップ、ジャンプでいうと、南スーダンの戦闘任務の実戦行動がホップ、ステップはアフガニスタンのアメリカ PKO の撤退に代わる日本の PKO の参画で、ジャンプがイラクですよ。その多分3段構えぐらいで自衛隊が使われるんじゃないかなというふうに思います。
ね、アフガン戦争で多国籍軍とどっちの方が多く死んだのか、アメリカ軍の兵士とね、っていうので言うと、この下はね、1年ごと、1本ずつのグラフは1ヶ月ごとなんですけれども、どの年どの月も全て米軍よりも多国籍軍の方が多く死んでるってアフガニスタンのデータですね。またね、よく言われてる、非戦闘地域なら安全なのかっていうと、戦闘行動中と非戦闘行動中、どっちの方が多く死んでるのっていうと、非戦闘行動中の方が多く死ぬんです。ね、時間になっちゃいました。あと、駆け足でもうちょっとだけお話します。でね、これも同じく、じゃあ、戦闘行動よりも非戦闘行動が多く死んでいて、じゃあ、その非戦闘行動で多く死んだときに、アメリカ軍と多国籍軍、どっちの方が多く死んでるのっていうと、多国籍軍の方が多く死ぬんですね。でイラク戦争も一緒です。イラク戦争も非戦闘行動中の方が多く死んでいて、その上アメリカ軍よりも有志連合軍の方が多く死ぬっていう話なんですね。なんでこんなことになっちゃうかっていうと、今の戦争っていうのはね、もうアフガン戦争から始まった新しい戦争っていうのが変わってるんですね。国対国じゃないんですよ。テロとの戦争なんですね。でテロリストの人たちは、アメリカって世界最強で一番いい武器を使ってる、そういう軍隊と正面からドンパチってやらないんです。弱いところから戦うんです。弱いところはどこって言ったらアメリカ軍じゃない軍。特にルーキーやデビューする自衛隊なんて格好の敵です。これからね。でなんで非戦闘行動の方が多く死ぬのかっていうと、テロリストの人たちはみんな移動中を狙うんですよ。移動中って何？兵士を輸送する。武器を輸送する。食事を輸送する。治安を守るために巡回で移動する。誰がやるの？自衛隊がやるんですよ。多国籍軍もやるんですよ。一番死んじゃうリスクの高いところにアメリカ軍の職業軍人は投入しないんですよ。だから多国籍軍、有志連合軍の方が死ぬんですよ。だから移動中、だから戦闘行動じゃないところで殺されるんですよ。って話なんです。必ずアフガン・イラクで起こっていることが南スーダンで起こらないわけかも、これまでないって話でね。死にます自衛隊、残念ですけど、今の政治をそのままにしてしまえばね、問題はこの法律を使うか使わないかっていう話ですから。で、ね、民間人を助けに行くわけでしょ。イラク戦争の時には、ね、最初は大量破壊兵器、それがあるからだってアメリカはブイブイ言ってたけど、国連査察が入って大量破壊兵器が見つからない、やばい、嘘がバレそうだって言ったら、何て言ったのかっていうと、イラク政権から民主化って言ってアメリカは戦争に入るでしょ。民主化しましたか、イラクは。なんで戦争がね、もう2003年に終結宣言出して、その後フセインを殺してるのにまだ死んでる、14年になっても15年になってもという話なんですね。住民保護するときに一番現場の住民は何を望むかっていうのは、 PKO っていう看板だったりとか最新鋭の武器を持ってくるっていうことをウェルカムで望んでるわけではないんですね。なぜか分かります？分かります？分かる人？なんでそうじゃないのか。それはね、どっちの側につこうとも、その住民がその選択をした瞬間に相対する側から攻撃対象になるって話なんですね。住民は中立でいなきゃいけないんですよ。それが一番安全なんです。だから住民保護を本当にしようと思ったらアプローチは丸腰なんですよ。だから相対する人も一目置くのは赤十字とかね、国境なき医師団とかなわけでしょ。ただ最近のIS、イスラム国なんかも含めて言われているのは、そういう人たちですら攻撃をしちゃってるんだけれども、真に住民のことを思うなら武力のアプローチは決しないんですよ。こうやって住民を巻き込んで殺してしまうことに、事故でね、災害でね、二次災害とかって言うじゃないですか。もう住民の人たちなんてもう二次被害、三次被害の話ですよ。住民がアプローチしなくても自衛隊がアプローチしちゃったら、あ、こいつ自衛隊の敵だ、敵じゃなくて味方だって、相対する人はそうやってロックオンするんですよ。で皆さん多分想像できないと思うけど、ゲームはね、コンピューターか
配信してるインターネットね、オンライン同士のところでやってりゃいい話なんですけど、天海も人間ですから、戦場ですから、ゲームじゃないですからって話でね、そういうやっぱり発想とか想像力を持ち合わせる必要があります。だからね、子供が小さかろう大きかろうっていう話じゃないんです。戦争は不条理だから。湯川さんもお父さんが首をはねられて殺されるシーンがあって、あのモザイクかけるから本当の戦争を理解しないんですよ。トラウマになれっていう話なんですよ。ならなきゃダメなんですよ。戦争の怖さが分かんないから。本当の怖さ、武器を使うこと、自衛隊を海外で戦闘任務に就くっていうことの覚悟、リスク、そこを政治だけじゃなくて皆さんも正面から向き合って自分の回答っていうのを持たなかったら、安倍さんみたいな、あの人シベリアですからね、文民ですからね、軍事仲間じゃないですよ、自衛隊じゃないですよ、暴走してるじゃないですか。戦争のこと全く考えてない、何も知らない、ね、シベリアならね、安全だとか軍の暴走とかってふざけんなって話なんですね。私なんかからすると、戦争の背の字も知らない、子供たちに言うかけた、戦争の時に子供たちに配慮するかボケって話なんですよ。そういうことをね、やっぱりきちんと見ていかなかったらダメですよ。これから教育現場で教えろって話なんですね。でね、ちょっともう時間の方がだいぶ来ちゃったので申し訳ありませんけれど、今自衛隊の充足率っていうのは、この陸海空、それから統合幕僚幹部ってね、背広組の人たち全部入れて9割って言われてるんですね。ところが戦争で最前線の現場に行くのは高卒叩き上げが大体きつく順位っていうところが9割でしょ。で、小隊長になるところの小隊っていうね、あの部隊編成はどうするかっていうと、小隊編成どうするか、38名であります。3個班、10名前後の班を作ります。班長っていうのもまた、これまた高卒叩き上げのね、3等陸曹、2等陸曹とか、1等陸曹っていう人たちが班長になります。班員っていうところに2等陸士、1等陸士、陸士長っていう人たちね、高校出て半年、1年、2年、3年とかね、そういう人たちが行くんですね。でもその一番範囲になるところは7割しかいないっていう話なんですよ。で、戦争でいうと左側、私がいた頃っていうのはちゃんと10代、20代こう1万人超えてました、ピラミッドでしたっていう話なんですね。ところが22年ベースですけれどね、リアナル、今の日本社会と一緒、少子高齢化、これで戦争するんです。これから戦闘任務に就くんです。指揮命令する人たちは充実してます。その指揮命令を受けて現場で一番最前線で危ない、命のリスクがあるっていう人たちが一番いないっていう話なんですね。これ戦争する時のセオリーなんですけれども、30代より上、もっと言うと具体的に35歳から45歳、ここが死んで亡くなっちゃうと一番戦力ダウンになります。指揮監督能力を取っちゃう、あるいは今の最新兵器を一番使いこなせる人たち、ここはなるべく殺されたら困っちゃう、戦力ダウンになっちゃう。それから自衛隊っていうね、組織の継承する、そういうところの要が少なくなっちゃうっていうのは、もう組織論上でもやっちゃいけない話っていうことなんですね。じゃあ一番死んでも戦力支障をきたさない、買いも聞くのはどこかっていうと、ここです。10代、20代。特に入って半年、1年とかでいいんです。なんでかっていうとね、さっきも話したけど、死んじゃった時のコストが安いんですよ。で、半年、1年でいいの。武器をばらして組み立てる。指揮官の命令に従って、ちゃんと弾を撃てる。それだけできたらいいんですよ。どうせ死ぬんだから。それ以外のことができなくて、死んじゃった時、10代、20代だったらほとんど結婚してない。だから死んじゃったったらコストも安い。30代、40代だったらもう子供もいるでしょ。パートナーが死ぬまで恩給手当も出さなきゃいけない。大変なんですよ。戦力にならないところに税金いっぱい使わなきゃいけない。だったら将棋でいうこの駒でいいじゃん。それが戦争の時のロジック。だから高校生、中学生にダイレクトメールで募集案内、今一生懸命やってるんでしょ、2000万税金使って。AKB、アニオタ、断密、いっぱい使って若い子たちリクルートしてるじゃないですか。
それしなきゃもうやっていけないですよ。いないんだもん。10代、20代が。将棋で言ったって、歩もいらない、飛車もいらない、角もいらない、桂馬もいらないって言ってね、金、銀と王将だけで戦って勝てるって、それ羽生さんクラスの話です。しかも実戦デビューの自衛隊が歩をほとんど持たずに行って、その後自衛隊が反対で海外で戦闘任務につけますかってつけませんって話です。だから10代、20代増やすしかない。正規雇用じゃなくて非正規雇用の隊員です。任期制のね。陸自はちなみに1任期2年ですけれど。そういう話なんですね。だからね、こういうことがいっぱい行われていく、これからも行われていくと思います。でね、まあ、今回の、ね、安保法制のことでもうちょっとだけお話しすると、この国外処罰規定、海外でね、これから戦闘任務をします。その命令に歯向かったりしたときには、どうなっちゃうかっていうと、歯向かった人は7年間の実刑の禁錮刑とかね、仲間何人かと口裏合わせして、俺たち、この班は全員やっぱり、人殺しなんてできません、戦闘行動したくありませんって言ったら、首謀者が7年、それに追随して一緒に嫌だって言った人たちは3年とかっていうね、そういうペナルティをつくっていうのをやりました。今までなかったんです。海外で戦闘行動するっていうことがなかった。国内の処罰規定しかなかったんですけど、海外にも作ったっていう話ですね。まあ、そういうことであったりとかね。あとはまあこの緊急事態条項とかは、またもしご質問があったらお答えしますっていう話なんですけれども、でね、あと皆さんに直結するのはここですね。やっぱり専守防衛でこれから恒久法ができちゃいましたから、コストが新たに発生するんですね。で、税金の、ね、配分はもう今年如実に出たのは、社会保障費をカットして防衛予算が初めて年度当初って言ってね、公務員なので4月から新しい年度に変わるんですけれども、4月から変わる時の一番最初の防衛予算でいきなり5兆円突破したのが今年が初めてです。で、なんで5兆円突破しちゃうのって、も海外の戦闘任務という新たなコストが発生したからです。で、どこからカットしたのって言ったら、社会保障からカットした。このグラフ見てもらっても分かるんですけど、11年連続で防衛予算というのはカットされてきたんです。第2次安倍政権の2013年から V 字回復で今右肩上がりです。こうやって税金の流れは変わりました。これからも増え続けます、防衛予算。そういうことなんですね。なので、消費税が来年また上がる上がらない言ってますけれど、 10% になんでするのって言ったときに、安倍さんはこう言ったんです。社会保障費のためにやろうと、国の借金を減らすために、プライマリーバランスって言って、入ってくる方と出ていく方とトントンに2020年に近づけるんだ、そのためには消費税 10% が必要なんだって言ってたんだけど、 10% 上げる前にもう社会保障費カットして防衛予算上げるっていうことは、もう火を見るより明らかなんですけど、 10% に上がっても社会保障が充実することはないってことなんですね。そういうことなんですよ。それで子どもの貧困対策とかやんないんですよ、ね、2億円かけて募金をする、 PR に2億円ですこっちもね。集まったお金は1900万、本末転倒だよってね。少子高齢化施策というのがこれをっていう話なんですけれども、で、ね、大学とかね、企業で軍事研究するときには税金を投入しましょうとかね、予備自衛官に自衛隊を辞めた人を雇用したら1人当たり40万法人税を免除してあげましょうとかね、こういうことにはお金を使います、税金使います、そういう安倍さんの、まあ、政策スタイルという一端が見えるわけですよね。でね、まあ本当にね、安倍さんは国民を自分のしもべと思ってるのか、どう思ってるのか知らないんですけれども、むちゃくちゃですよっていうことを裏付ける日本の地理的概念も簡単に説明するとね、北海道から沖縄まで約3000キロあります。四方八方海です。これは戦争する時の陣地構築する場所としては非常に不利な、普通の国はこんなところに陣地を持ちたくないとかっていう、そういう状況に日本ではあるんですね。つまり専守防衛、防衛のための戦争だって言っても、日本は防衛できません。アメリカ軍がいても日本の自衛隊があって、これできません。四方八方海、二重三重のトリック、トランプなんてできない。沿岸部には51基の原発もある。イージス艦は6隻しか持ってない。アメリカは84隻持ってない。イージス艦6隻で2隻はノック、
2隻が動いて2隻は海外とかってそんな話ってどうやって選手ボイスする1隻で北海道から沖縄まで何時間かかると思って何日かかると思ってって話なんですね。とてもじゃないけど選手ボイスすらできないのが現実なんですね。しかも資源がないんです。日本にエネルギーがないから原発再稼働とかって言ってるでしょ。エネルギーがなくて原発でまた事故を起こして放射能汚染されたって言ったら余計エネルギーも入ってこないし経済停滞しちゃうと思うんだけどなって私は思うんですけれど、資源がまずエネルギー資源が日本という国はありません。食料自給率も4割を切ってる。 TPP が本当に成立しちゃったらもう農業大打撃で壊滅状態と言われてます。食料自給率が4割を切ってる国、長期戦の戦争に耐えられるわけがないんです。アメリカ軍がまともに日本のために動くことはありません。米軍基地があるのはこの太平洋地域でアメリカからここまで来るよりも日本の基地から出ていった方が中東にせよアジア地域をコントロールするときにせよ軍事的に地理的に都合がいい、コストが安い、それだけです。米軍がいるっていうのはね、日本のためにあるんじゃないです。日本はその中で一応それを効率的にというかねやってくれるんじゃないかっていう期待値を言いながら、まあ、活動してると思うとなったら間違いないかなと思うんですけれども、で輸入輸出これを度外視にして日本の経済は成り立たないんですね。あんまりアメリカと威勢よくどんどん戦争の中に出てくとね、実は国連の安保理の中でまだ日本は先の大戦の敵国条項っていうのを外してもらってないんですよ。日本って国はね、ですからイギリスじゃなかったロシアとか中国があんまり日本がごちゃが過ぎてアメリカと戦争なんかしに行っちゃうとお前それはいくらなんでもごちゃが過ぎるだろうと、それは俺たちの国をやったことって見まして、日本がアメリカとどっかの国に行ってる時に中国ロシアが攻めてきたとしても一応国際法上で言うと合法なんですね。敵国条項を発動するって話ですから、そういう国なんです日本ってね。だからね、全然申し訳ないけど戦争できるなっていうね、そんな生優しい状況じゃないんですよ日本っていう国は。立ち位置からしてね、自衛隊の実戦経験は災害派遣だけですから、災害派遣以外に実戦経験してませんよ。これで本当に戦闘行動までやっちゃっていいの踏み込んでっていう話なんですね。寝とぼえはいいですよ、ね、34歳以下の寝とぼえだったら予備自衛官を登録して自衛隊にとっとと訓練行って予備自衛官になって即応自衛官になって戦場行ってくれって話なんですけど、そういうことはしないくせに匿名で言いたいことを言ってね、まあ、私も戦ってますけれど、それで済むかボケっていう話なんですよ、まあ、日本の地理的概念とかちょっと覚えてくれるとかね。そうするとやっぱり武力行使をするとかっていう勇ましい法律でなんとかコントロールするとかっていうよりはやっぱり日本の救助を前面に出したきちんとした外交とかやってった方がいいんじゃないのっていうことなんですね。ほんとね、どうするんだろうって安倍さんって。ちょっと武器入れて経済ちょっと潤ったらいいの軍需産業あの関連会社がっていうね、そのリスクとして何が起こるかっていうと、戦闘行動を自衛隊がやった瞬間に世界から日本は戦争する国になったって確定打たれるんですよ。少なくとも南スーダンで理由はどこまで日本の自衛隊が武器を使ったって言った瞬間にイスラム国は完全に日本を攻撃対象しますよ。日本人を国内外に問わず一番最初に日本の南スーダンの戦闘行動をやって死ぬのは自衛隊員だけではなくて日本人、国内で起きる場合でいうと国内では皆さんと警察官です。最初に死ぬのはね、いきなり自衛隊来ませんから、警察が来て機動隊が来て手に負えなくて自衛隊ですから、そういうリスクはあるっていう話なんですね。そういうリスクをこれから均等に北海道から沖縄まで日本人は海外で活動中の商社の方であれ、法人の方であれですね、NGO であれ、日本人学校の生徒であれ、そういう対象者になるという話なんですね。でそこをやっぱり確保する、
そこを政治は説明責任をしてこなかった。少なくとも地方政権ね。そんなんでよくわかんないまま皆さんも戦争のことをコスト的にも全然検討しない、日本の地理的概念もきちんと精査をしない、自衛隊の能力もわからない、保障のことなんか知らなかった、ただただそれで反対だとか賛成だとかっていうのでは困っちゃうっていう話ですね。ですからね、もう右側の人も左側の人もね、ただただ賛成反対って言ってるんじゃ現実的に戦争を考えてるって話ですね。九条が戦争を守るんじゃないんですよ。九条を使う国民性があるかないかっていう話ですね。我々の問題なんですよ。憲法の問題じゃないですよ。政治家選ぶのも我々なんですから、投票も行かないのも我々なんですから、全部我々の手に委ねられてるんですよ。だから安倍さんずっと未来を総理大臣できないでしょ。あ、それで言うとね、緊急事態条項のところだけで触れればね、安倍さんがもしお試し会見って言って緊急事態条項を入れることに成功した暁には何が待ってるかっていうと、緊急事態条項を宣言した瞬間に3ヶ月更新なんですけれども、3ヶ月間は衆議院が解散しません。つまりその時の総理大臣がずっと総理大臣になれます。憲法と法律は停止します。裁判所も機能しません。全ての判断基準、価値基準はその政権が出す法令で決まりますという話ですから、小学校、中学校でいうと、高校でいうと生徒会の会長がずっと会長でい続けて、生徒会の会長が全部校則を決めたり、授業を決めたり、授業の内容を決めたりすることができちゃうとか、そういう話ですね。そういうことになっちゃうっていう、そういうまあ緊急事態条項っていうのをもし日本を作っちゃうとね、そういうリスクで3ヶ月経ってまた緊急事態経っていったらまた3ヶ月ってエンドレスで更新することも可能です。衆議院の解散がないっていうことは、その自民党なら自民党の政権の中で多少総理大臣の国の推薦があるかもしれないけれど、まあ自民党改憲草案で言えばね、明治前に戻してあるでしょ。男尊女卑で女性に参政権はなくて、女性は物言わなくていいわけですよ。朝が来たと思われましたけど、ああいうことになってもらったら困っちゃう。税金じゃなくて子育ては自分たちにしろって話ですから。そういう社会っていうのはどういう社会？近現代社会ですよね。前近代と言ったらいいのか、どうが適切かという話なんですね。まあ、自民党会計総合もぜひ皆さん目を通していただいたらいいと思うんですけれども、立憲主義っていうのはね、個人の自由を守るための社会でしょ。個人の自由を担保するために政治に憲法っていうね、制約をつけて暴走させないっていう、そういう社会をこれからも望むのか、それとも自民党改憲草案っていう国家主義、全体主義、男尊女卑、ね、男女7歳にしてじゃないんですけれども、安倍さんの言うこと、官邸が言うことに歯向かうのはどんどん番組を終わらす、キャスターも解除、新聞の報道も自主規制っていうのをもとにコントロールするとかっていう社会で国家主義、全体主義がいいのかっていうのはよくよく考えていただいた方がいいのかなというふうに思います。だいぶオーバーしちゃいましたけれども、まあ、そのためにもね、選挙によって政治家が選ばれますし、政権というのも選挙によって変えることができるんですから、まあ、一票大事に使ってほしいな。合わせてこれまでのね、ことはもうちょっとさておき、これからのことをきちんと考えようねっていう意味では、もう思想信条、党派、宗派、好き嫌いとかでギャースかピースか言ってなくて、ね、民進党だとかね、共産党だとかね、あれがこういった、どういったとかではなくて、とにかく戦争法案で廃止する、憲法を壊さない、今の憲法をしっかり守るんだっていう候補者だったら看板は何だっていいじゃんって、とにかく自公立しない安倍政権を暴走させないために最低限参議院でねじれを起こすということが必要なんですね。ねじれを起こしたら法案は通れませんから、ね、新しい法律を作るときは衆議院の優位性っていうのがあって衆議院に戻されちゃうんだけど、今度はもう施行されてる安保法制をいつでも使える法律を使うか使わないかっていう判断は衆参両方通らないことには使えない。使えない策はどうするか、法律悪いよね、廃止にする前にまずやらなきゃいけないことは使えないようにする。そのためには参議院でねじれを起こすことがポイントなんですね。自衛隊の命を無駄に殺させたらダメですよ。人殺しさせたらって言いましたんですね。私はまた元 OB としてその声を大にしていきたいんですけれども、まあ、そのためにもですね、しっかりと一票行使するっていうことと合わせてね、署名も大事、もう署名も
署名をしたからそこでやれやれではなくて、署名した人がきちんと投票所に行って戦争法を廃止の人に名前を書くっていうところまで持っていけるか持っていけないかっていう話ですから、それはもうまずね、ご自身の言葉でご自身のご家族とか身内とかね、知人友人じゃないけれど、そういう自分のこの手に届く範囲じゃないんですけれども、そういう人たちもしっかりと鉄板のですね、ガチッと絆をつけるようにじゃないんですけれどもしていただいて、で7月、まあ、その前に北海道と京都で私はおそらくね、安倍さんはキャン言わされるんじゃないかと思ってるんですけども、言わさなきゃいけないと思ってるんですが、まあ、そういう意味でもね、本当にこの7月までっていうのはもう決戦の時に入っちゃってますから、ぜひともですね、安倍晋三に俺たちダメになる、私たちダメになっていうのをね、見せたいなと思っております。すごく時間を超過してしまって申し訳ありません。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。一般ではなくて、アメリカ国防省が出してる、国防省から拾ってもらうと一番確実なんですけれども、ホームページもで、場所はこれはここにも書いてますけど、去年の6月モンゴルでこの多国間共同訓練っていう中でこういう写真が撮影されたりとか、もっと具体的に言うと、一緒にニコニコ笑いながら笑顔で歩いてピース写真撮ってる写真とか、いろんな写真が出されています。まあ、戦争するかしないか皆さんが判断したらいいと思うんですね。私はそれで、その戦争するときにただ長期戦には耐えられない、1回か2回 の、 小規模のね、どつき合いというか戦争だったらなんとかなるかもしれないっていう話で、決して見通しは短期にしても明るくないと私は思っています。で、中国ロシアが攻めてくる来ない以前にですね、例えば、まあ、安倍さんを応援している経団連の皆さんなんかもそうなんですけれども、今中国に約8000社日本の企業って入ってるんですね。で、中国人の雇用者数って171万人です。で、そういう中で日本経済の、まあ、ほとんど主力と言ってもいいんですけど、アジア の、 輸出輸入の関係でいうとね、対貿易などで言うと 43% とかっていう話なんですよ、日本が経済的に。で、アメリカとか EU とかって言ったらもう 21、2%、 もししていいのはむしろ EU とかアメリカの方なんですね、経済的なロジックでいうと。っていうぐらいの状況の中で、本当に中国と安倍さんは脅威論を言ってるんですけれど、戦えるような体制には私は経済面でもまずなってないと思います。それから軍事面でも全く、さっきも言ったようにとてもじゃないけど、アメリカいくら後ろ盾もし仮にあったとしても、アメリカは本当に本気で中国と戦う気、ロシアと戦う気なんてありませんから、そういう観点からも申し上げて、まず脅威論っていうのは、まあ、中国がね、尖閣とかいろいろ南シナに進出したりとかっていうのはどうかっていうのはまた別の国際問題としてありますけれど、その戦争っていうロジックって考えた時に、それは私は考えにくいっていうふうに思っています。で、それから安保の関係とかね、もう NATO とか EU の関係まで含めて話し始めると、もうテーマ変えてね、ちゃんとそれはそれで時間を取らなきゃいけない問題なんですね。だから私は日米安保とかでこっちのレジュメの方なんか一切入れてないんですけれども、で、それもあえて言うならば、ガイドラインがあったら安全だとか、なんていうんでしょうね、日本は安心だと思って国内がワーキャー騒いでるのは日本国内、日本国内だけの問題です。アメリカはアメリカ市民が全く日米安保のあの字もこれっぽっちも思ってません。今日本が安保で捨てられないためにこんな法律を作って頑張ってるんですなんていうことも全く理解されてるっていうよりも、ニュースソースとして取り上げてないっていうぐらいの、そのぐらいの温度差があります。つまりアメリカは本気で日本のために、日本の米軍基地、米軍基地を使って日本を守って、米兵がアメリカのお金できちんと日本をバックアップしますよっていう状況ではないんですね。上院下院だって私は否決することもあると思いますよ、トランプさんじゃなくてもね、っていうことなんですね。だって日本にとってアメリカを持っておくっていうことは、虎の威を借りるっていう意味では効果があるんですけれど、アメリカが日本に米軍を置いておくっていうロジックでいうと、米軍の軍事的戦略にとってはメリットがあるんですけれども、アメリカ国民にとっては別にそれはメリットでもデメリットでも、そういう価値観に置かれてないっていうくらいの話なんですね。そういう中で
本当に安倍さんが期待する動きをね、アメリカ議会が、米軍が行ってくれるか、私は行わないと思っています。で、米軍廃止論者の方もいらっしゃるんですけれど、じゃあそれを廃止しちゃって本当に大丈夫かどうかっていうのを廃止してみないとわからないっていう乱暴な議論ではなくて、廃止した時にはこういう形で自衛隊を増強しなきゃいけないねとか、増強しなくていいんだねとかっていうことをきちんと国民的な議論を、私は政治家任せではなくてね、していくことが大事かなというふうに思っております。いずれにしてもこれはもう別テーマの話なんで、そういう意味で言うと、もう集団安全保障の話とかね、なんで NATO 軍があるのとかっていうことなんですよ。なんで NATO 軍があるかっていうと、陸続きだから、ね、陸続きの国っていうのはどこか一つの場所で火の粉が上がったら、とばっちりで周りの周辺国までね、巻き込まれちゃう。だからそれは好ましくないねって言って、戦争するときにはお互いで協力関係作っとこうねっていうので、 NATO 軍っていうのは防衛戦略、戦争するときの仕組みを作ってるわけですよ。日本は残念ながら四方八方海で朝鮮半島からも中国からもロシアからも離れちゃってるっていう状況にはあるんですけれども、まあ、もし日米安保とか EU とか の事例を作りながら話すのであれば、私はそういう極東でのやっぱり集団安全保障の問題、防衛戦略をするときは中国、ロシア、朝鮮半島全て絡まして一緒に動くとかね、そういうことしなきゃダメだよねとか、でそれも含めて紛争地域の武力介入の解決を目指すのであれば、じゃあちゃんとアメリカのアーリントン墓地のように、今でもね、自衛隊の隊友会っていう OB 組織なんかは、戦死した自衛隊の靖国の祭りとか言ってるんですけれど、靖国とかって言ったらまた外交問題にもなる、国際問題の左になるとかっていうのではなくて、誰もしもが宗派を問わず海外のゲストも天皇も足を運べる、そういうアーリントン墓地みたいなのを作る必要があるとかっていう議論をきちんと私はすべきだと思います。でそういうことをタブー視しない、軍事的に戦争にアプローチするっていうことをタブーしないとかっていうぐらいの全部議論をもう最後まで詰めてね、その上でどうするんだっていうのは分かるんですけれど、全くそういうことは何もオブラートに包んで、わけのわかんない日本語を使ってね、交戦規定を部隊行動基準とかわけわかんないこと言ってるでしょ。で戦争にこれから駆り出すとかっていうのは、私は本末転倒で、やっぱり政治的にも保守政治っていうならちゃんと本領のど真ん中で正々堂々とですね、戦争を多分しないっていうところから議論スタートしろというふうに思いますけどね、ちょっと答えになってますので、よろしくお願いします。これ自衛隊法の40条で規定されてるんですが、入隊も許可制なんですね。で辞めたいって言った時も許可制なんです。で誰が許可するのかっていうと、防衛大臣と防衛大臣が許可したものがその判断をするんですね。でここが極めて自衛隊の異質なところで、アメリカ軍なんかとも全く違うところなんですけれども、アメリカ軍はやる気のない兵士っていうのはさっさと辞めさせちゃいます。戦場で足手まといになったり、部隊の士気をね、弱めちゃう、満たしちゃうからっていうので、もう人殺しできない、荷物遂行のために女性であれですね、お年寄りであれ、ハンディキャップ持ってたって関係ねえって言って撃つことができないような隊員は、兵士は辞めさせちゃうんですね。っていうのがアメリカのアプローチなんです。で日本は先ほど申し上げたように公務員なんですね。公務員、自衛隊の特別職、国家公務員なんですよ。地方議会と国会議員と同じ非常勤公務員なんですけれども、ちょっと名の付く人、班長でも小隊長でも中隊長でも連隊長でも師団長でもそうなんですけども、省と付く人たちが自分の在職期間中に任期満了じゃなくてね、円満退職でない辞め方をするっていうのを何人出したのって言ったら、自分の出世に響くわけですよ。わかります？指揮監督能力が劣るっていう判定を受けるんですね。そうすると何があっても依願退職者は出せない、そういうロジックで動くんです。でもそれは戦闘任務をこれからする自衛隊にとっては非常に不都合な、私はこれルールだと思っています。でもこれをやっとかないと、この間の膨大のね、任官拒否が2倍に上がったとかっていう、2倍でとどまればいいですよ。
それはもっと増えていったらこう組織がそもそものとして持たなくなっちゃうから、日本はこういう形をこれからも多分引くんだと思います。で、胃がん退職はできません。で、もっと言うと、これから PKO で出される部隊っていうのは、おそらく私の中では防衛思想っていうね、任務をつけられると思うんですね。防衛思想っていうのは防衛戦争です。で、防衛戦争っていう治安、防衛戦争っていうのはどういうことかっていうと、有事、平時じゃないです、その部隊だけはね。有事の状態になった時は、自衛隊も今度胃がん退職の40条どころか、もう逃げられない、やめられないっていう、そういう状況になります。で、そういう形にして出さないと、お前の部隊、この11月から戦闘任務をつける時に行けっていう命令だけで、その命令を振られた部隊が、いや、やっぱりそれはよろしくないね、本当に行かなきゃいけなくなっちゃうの俺たち、じゃあやっぱやめますとかって言って、やめてく人が続出しちゃうと士気も低下しちゃうし、隊員もきちんと確保できなくなっちゃうと、あっちこっちから補充しなきゃいけなくなっちゃうって話になりますよね。で、それは効率的じゃないし、そんなところを見せるべきじゃない国民にって話ですから、当然こういうことが往々にして、まあ跋扈しちゃうんだろうなっていう話なんですね。で、ちなみに自衛隊っていうのは大体毎年ね、70人前後自殺者が出てます。陸海空防衛省アベレージは70人で、イラク2004年のね、イラク戦争の時っていうのは機関兵も含めて最大だったのが94名自殺者が、2004年はそれは過去最高です。自衛隊の平均は大体70名前後で、この70っていう数字がポイントで、今の自衛隊の状況の中で毎年70名一個小隊、さっき38名って言ったでしょ、二個小隊が何にもしなくても自殺でいなくなっちゃってる、自衛隊のね現状はっていう話なんですよ。その上70名の自殺者でこれから済むかどうかっていう話なんですね。っていう話なんですよ。派遣されるのが嫌だ、何か言ったら辞めさせてくれるじゃなくて辞めさせてくれないね、で拘束されちゃう。で、私たちの頃で言うと、訓練に、胃がん退職したいなんて言ったら、訓練ぐらいを重ねて、それでもう辞めたいって言わせないんですよ。辞めたいっていうことをもう撤回させるとか、あるいはそれで心が折れちゃう、折れそうだっていう人は、もう自分の指揮監督能力が問われないために、自衛隊中央病院っていうところのね、精神病棟に入院させて、3ヶ月ぐらい入院してもらって、で、不適格退院にしてから退職に持っていくと、自分の指揮監督能力には判定としてね、ミスがつかない、そういう形だったりとか、あとはもう自らフェードアウトして命を絶つとかっていう、そんなぐらいしかなかったんですけれども、まあ、そういうことが私は予想できるかなというふうに思っています。で、いずれにしてもね、理不尽だと思うかもしれないんですけれど、これだけは認識してもらいたいんですが、防衛省っていうのは霞が関の省庁で唯一合法的に殺戮をしていい、そうお墨付きをもらっている省庁です。自衛隊っていうのは防衛出動だとか自衛隊とは言ってるんですけど、その本質は何か、戦争することなんですね。国を守るか、国際紛争の解決のために戦争するかはさておき、で、その戦争の方針は何かっていうと、人を殺すことなんですよ。そのためにあるっていうことなんですね。それが第一義なんですね。ですから自衛隊の任務のところに一番最初に来るのは防衛出動ってあるわけでしょ。災害派遣、国際協力っていうのはその次に来るわけでしょっていう話なんですけどね。だから人助けが本当にしたい、東日本大震災みたいなところでみんなからよくやったねって褒められたい、期待に応えたいと思うなら、せめて警察、一番の人助けは消防か医療かだと私は思ってるんですけれども、自衛隊はさっきも言ったように日々の訓練は人殺しの訓練しかしてません、ね、人殺しっていうとね、また自衛隊の防衛協会とかからクレームが来るんですけれども、崇高な使命のため任務のためって、いや、その看板とか枕言葉は私からすると何でもいいんですよ。やることは人を殺すことなんです。なんで殺すのか、それは国益の理にかなうから、日本を守ることにかなうから、そういう話でしょう。で、これまで
はその大義名分は日本という国を守るために殺すことも万や思えず命を金出しますって話だったのが、これからは本当に国益なの、その政権のアメリカに接待を受けたから送られたいからだけなんじゃないのっていうところで命を投げ出すとか、そんな使い方でいいんですかっていう話だと私は思うんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、この法律できてはしまったんですが、安倍さんは今すぐ使う根性がないんですよ、ね、だって3月29日にできたら私だったらすぐ積極的平和主義、国際貢献、国際社会の一員として責任を全うするって言ったら、私だったらすぐに南スーダンで戦闘にも使えますよ、最高指揮官だったらね、本当に覚悟を持ってる。安倍さん持ってないじゃないですか、参議院選挙に負けちゃうから。だって発令したらさ、自衛隊戦闘行動するんですよ。今までですよ、これからもリスクは変わらないって言ってた嘘がバレるわけ。ましてや自衛隊が死んだ時にいくら出すかとかっていうのも、死んじゃった後から決めるわけですよ。十分な保証かどうかもわからないって話でしょ。でも私はもし安倍さんが本当にやるんだったら今すぐやるって言ったんですね。でその中で 選挙でもう一回勝ち上がるか勝ち上がる前が、これが俺が目指してた国際社会での、まあ、責任を負うっていうことなんだ。アメリカと同等のなんて言うんでしょうね、軍事的なね、アンバランスを解消して、これが進化する米軍と日本の自衛隊のね、あるいはアメリカ議会と対等な政治をするための最初のスタートラインから一歩踏み出したんだっていうことをですね、言って知れよって言いたいんですよね。卑怯でしょ。7月の参議院選挙が終わってからですよ、南スーダン。だけどさっきも言ったように衛生権の数は足らない、薬事法一法改正するのかもしれないけど、改正したところで急に戦場でね、人助けができませんよっていう話なんですよ。本当いい加減しろって言いたくなっちゃうんですけれども、まあいずれにしてもですね、そういう政治と決別を私はすべきだと思っていて、そのためにも絶対に7月はねじれを起こすしかないという、そのねじれを起こすも起こさないも安倍晋三山口県民が選ばなかったらこんな日本にはならなかったんですよ、ね、私は北海道から沖縄までね、公園に行ってますけれど、山口から呼ばれません。山口県民の悪口ばっかり言ってるから。だって本当そうなんですよ、安倍さんが暴走してるんじゃないですか。安倍さんを選んじゃった有権者がいたんですよ。その有権者がいたからこうなっちゃったって話なんですよ、元を正していくとね。だから皆さんの一票は大事なんですよ、力があるんですよ。だったら安倍晋三みたいな人じゃない、真っ当な憲法の枠内で政治を行う、民主主義、立憲主義を大事にするっていう政治を皆さんが選ぶしかないんですよ。あるいは皆さんが立つしかないんですよね、最後はいなかったらっていう話なんですよ。というところでよろしいでしょうか。はい。